手にとって不足はない。公開！
力が溢れてるような。水晶がいっぱい、綺麗ね。水晶の中に何かいる。これってマナ？中に。こっちの水晶もです。もしかして全部の水晶に。一体どうして。来ましたね。おお、来てやったぞ。こんなとこにわざわざ呼び出して何の話？あなたたち、マナとは何かわかる？え？ああ、いきなり聞かれても。マナはマナとしか。お友達だし、錬金術手伝ってくれたり。マナとはこの世のあらゆる事象を司るもの。風と地数、光に闇、星や月、感情や精神。様々な種類はあるけれど、元は同じ。つまりは純粋な力の塊。力の塊。私たちが目にするものはただの外見である器。中には巨大な力が渦巻いている。同じ話を以前祖父から聞いたことがありますが。遥か昔、錬金術師たちはその力だけを取り出せないかと考えた。マナから力を。そんなことができるんですか？多くのマナが錬金術師の手により駆られた。実験の名のもとに数千、数万と。閉じ込められ、薬を投与され、生きたまま体に刃を突き立てられ。やだ！ちょっとやめてよ！まるで C 級ホラーだな。繰り返される実験の果てに、錬金術師はマナから力を取り出すことに成功した。でもその力は人ごときが御せるものではなかった。マナという器から解放された力は瞬時に暴走し、辺り一面を焼き払った。生きた人間の一人も残らないほど。マナにそんな力が？錬金術師たちは即座に実験を中止し、実験途中のマナを水晶の中に閉じ込めた。そして全てをなかったこととして記録から抹消した。
じゃあこの水晶の中のマナはその実験の？ひどい話ね。あなたたちの目指す錬金術師とはそういう存在。それを知った上でもう一度考えてみるのも悪くないでしょう。あなたには聞こえる。ここで眠るマナたち。無念の声。すらとどめていないようだ。さっきの話、サルファが知ってた。テオフラトゥースから聞いたことは、マナは人のことを恨んでないのか。サルファは僕の、マナがどう思っているかはわからん。少なくとも俺がお前を恨む理由はない。礼を言われる筋合いはないな。ベイン、マナが人を恨んでいてもそれは俺には関係ない。むしろお前が、どうした？声がどこからだろう。何も聞こえなかったか。出たい。この水晶から君が喋ってる。力が暴走するとかどうとか。
る気満々みたいだけど。逃げる余裕はないな。ガババ迎え撃つ。でもマナなんですよね。昔錬金術師に。死の子の言ってる場合か。死にたくなければ動け。クモ。はい。でも。爆発はしなかったようだな。怖かった。寿命が10年くらい縮んだわ。あのマナ、錬金術師にひどい目に遭わされて、今度は僕たちに。あんまり考えちゃダメだよ。なぜ水晶から出てきたんでしょう。水晶にヒビでも入ってたのではないか。そんな単純な理由なわけが。どっちにしろ
早く離れた方がいい。原因の究明は先生方に任せるべきだ。そうだね。てかイゾルデ先生どこ行ったのよ。言うべきなのでしょうね。テオフラトゥース、あなたは。結局その後、イゾルデ先生に会うことはできなかった。戻って校長先生に話したら、ずいぶん驚いてたけど。これまで水晶からマナが出てきたことはない。すぐに調査するって言ってたけど、あの時僕が聞いた声、もしあれがマナの声だったとしたら、そしてイゾルデ先生はなんで僕たちをあの場所に呼び出したのか。やっと理論通りの反応が。これならいける。今度こそ。